Hey, what's up, peeps? Richard Book is Model here. どうも、リチャードです。皆さん、スマホはちゃんと手にはまっていますか？最近のスマホってどんどん大きくなってるじゃないですか。高性能になるにつれて大きくなるのは仕方のないことかもしれませんけど、僕の周りでは小さなスマホ求める声がまだまだ根強いんですよね。でも小さなスマホだとその分性能も落ちてしまうっていうジレンマがあるのも事実です。だからスペックを求めて大きなスマホに目がいってしまうんですよね。でも本当は小さくてスペックの高いスマホが欲しいのに。あるんです。まるで小に大を兼ねさせちゃった理想的なスマホ、それがこのコンパクトハイエンドスマホ ASUS ZenFone 9です。何が ZenFone 9を理想的なスマホたらしめているのか、メジャーなポイントを紹介していきます。 ASUS ZenFone 9 Sponsored Spotlight Let's get right in。 理想ポイント一つ目は持ちやすさです。結局ね、物理にはかなわんのですよ。 ZenFone 9は 5.9 インチでベゼルも細めなので片手にすんなりフィットするんですよね。まさにこれだよこれっていうしっくりくるサイズ感です。軽さも 169g とポケットに入れても邪魔にならないのが素晴らしい。このザラザラした質感が滑りにくくて全体的なホールド感も良くなっています。日常生活で使いやすいのはもちろんですし、自分は結構キャンプとか登山とかアウトドアに出かけることが多くて、このサイズだとあと軽さだと体に馴染んで動きやすくていいんですよね。あとこれいつも持ち歩くデバイスとしても体に馴染むっていうのは非常に重要なポイントだと思います。手が小さい人や、あと画面の上部分に指を伸ばすのが疲れちゃうっていう人は、この片手モードを指出せばさらに快適に操作できます。これまで大きなスマホにストレスを感じていた人も、ZenFone 9ならそのストレスから解放されるかもしれません。理想ポイント2つ目はハイテクカメラです。もうお気づくの方もいるかもしれませんけど、ZenFone 9には背面に2つのカメラがあるんです。で、これ結構大きいんですよね。でも秘密があるんですよ。こっちのカメラには5000万画素のセンサーと広角レンズが積まれています。でこっちのカメラには1200万画素のセンサーと超広角レンズが搭載されています。でスペックで言えばね、もうこれハイエンドスマホクラスの画素数を誇っていて、実際にね写真も撮ってみたんですけど、環境とか被写体によるもののめちゃくちゃ綺麗に撮れました。作例ご覧ください。で実はさらに秘密があって、この上の広角レンズの方には6軸ハイブリッドジンバルスタビライザーというものが付いてるんですよ。これレンズをよく見たら分かるんですけど、ちょっとした揺れならスタビライザーが打ち消してレンズがピタッと止まるんです。これね、かなり手ブレを抑えてくれます。だから例えば歩きながら動画を撮ったり、取り出してすぐ写真を撮るときとかもブレが抑えられるんですよ。さらに電子式手ブレ補正機能も搭載されているので、スタビライザーとの合わせ技でプロ機材を使ったかのような滑らかな動画を撮ることもできるんです。実際に山道を歩いて撮影してみました。僕は登山もするんですが、そんな人には公式アクセサリーのスマートバックパックマウントがおすすめです。これを使うとバックパックのこのショルダーハーネスに ZenFone 9をさっと置くことができて、しかも抜き取った瞬間にカメラを起動させるっていうことも可能なんですよ。これはね、登山好きからしたらまさに求めていた機能です。理想ポイント3つ目はハイエンド性能とバッテリーです。まずプロセッサには高性能なスナップドラゴン8プラス Gen 1が搭載されていて、ネットも動画もゲームも超スムースですし、もう十分すぎるぐらいの安心感があります。で 120Hz の画面をもうフルに活かせていますね。それを駆動するバッテリーは 4300mAh の大容量です。このサイズからちょっと想像できないぐらいの容量ですね。 ZenFone 9は ZenFone 8からのサイズはほぼほぼ変わらないのに、さらにバッテリー容量が増しているのはちょっとよくわかんないです。ヘビーな使い方をする自分でも1日は余裕で使いました。これプラスワイヤレス充電もあったらいいんですけど、ちょっとねそこまでいくと理想を超えて完璧になっちゃうぐらいなんで、このぐらいの方がまだ可愛げがあると思います。あと、まあ、熱が発生しにくいのでバッテリー劣化も抑えられますしね。それから ZenFone 9は電源ボタンもすごいんです。今の時代はまだまだありがたい指紋認証にも対応していて、ロックの速度もねかなり速いです。そしてこの電源ボタン、実は全タッチボタンっていう名が付いています。普通の電源ボタンと何が違うのかっていうと、スワイプ操作できたり様々なショートカットを割り当てることができるんですよ。例えば全タッチボタンをスワイプすることで通知を確認したり、あとは2回タップしてカメラを起動したり、
もしくはフラッシュライトをつけたり、そういう感じで自分好みにカスタマイズできるので、ここも片手操作を充実させてストレスを解放するチャンスです。あとこれは意外だったんですけど、スピーカーの音がめちゃくちゃいいんですよ。マジでこのサイズ感からは想像できない本当にいい音で、オーディオメーカーのリラックと協力して設計されていて、イコライザーも10バンド、10バンド対応なので自分好みのサウンドにすることが可能です。もう僕も小1時間かけていろいろ試行錯誤して理想のサウンドを見つけました。もうね、音楽も動画もこれがあればかなりいろんなところに使えます。まとめると、ゼンフォン9は理想的な持ちやすさ、ハイテクカメラ、そしてハイエンド性能&バッテリーを兼ね揃えた理想的なスマホなんです。ただ小さいだけじゃなくて、しっかり高性能、まさにこういうスマホを求めたっていう人は多いんじゃないでしょうか。やっぱり小に大を兼ねさせるっていうのはいいですね。 That's it from me. ゼンフォン9. See you.